岐阜市の特産春大根は水分量が多く甘みが強いのが特徴で、北部地域のきめ細かい土壌を利用し15個の農家が栽培しています。収穫が行われた畑では、大きく実った春大根が一本一本丁寧に抜き取られていきました。やっぱ生の食感を、シャキッとした感覚を味わってもらえるといいかなと思います。春大根の収穫作業は6月上旬まで行われ、およそ500トンが出荷されるということです。